ニャハラミタシンキョウチムの TT にようこそ。今日は浅草に来ております。劇団菊太郎のファンクラブに入っている友人からのおすすめで浅草木馬座に見に行きました。この頃大衆演劇を乱した初心者とやかく言うのもと思うけれど、感想を言っていきたいと思います。写真動画は禁止ということでお見せできないのが残念。この日は梅沢光太郎若座像3周年記念公演、満席で成績以外にも丸椅子が出ていた。今まで見てきた大衆演劇と違う。大体私は芝居の時は寝てしまうのだけど、広島における暴力団の構成を描いたこの芝居は目を離せなかった。ショーもすごかった。若い力がみなぎり、構成や演出もすごい。まあ全員の踊りが合っていなかったのは少し残念だったが、今までの大衆演劇じゃないものがそこにあった。24日は梅沢慎太郎若座長3周年記念公演だそうで、また24日見に行きたいと思います。夏休みの時間がたくさんありますので、観光案内所の方に行きます。はい、8階の展望テラスに来ました。降ります？ここ雷も。ほとんどね、外国の方が多い。台湾ですとかですね、いろいろ言っておりました。こちらね、浅草寺の塔が見えます。座るスペースもあってね、なかなかいいですよ。多分ね、ここが一番雷門が大きく取れるんじゃないかなと思います。すごい人よ。これ雷門の前で待ち合わせなんだけれど、大丈夫かしらね。雷門ですね。ね、風神の前で待ち合わせってことなんだけど、こちら風神です。こういろんな国の人がいますよ。いろんな国の方。本当だ。下なんか見たことないよね。あ、龍がいる。本当に。ドンツタッチ。しょうちゃん、この下の龍取れば。ドンツタッチ。龍いますね。このね、いや、まず龍はこれから見に行く。こっちにみんな全部龍取ったり。ところがここの龍だけ特別なの。これはね。これ如意宝珠って玉。あ、はいはい。持ってる。ああ、如意宝珠っていうのはこの玉にお願いをすると何でも盛り上げることは叶うし、みんなここにお願いした。じゃあお願いしよう。これですよ、如意宝珠。はい、中見世を歩いてます。もうね、いろんな、あー、かわいい。あー、すごいね。観光ガイドさんと一緒にですね、歩いてんですけど、私は端っこの道の方がいいじゃないですかって言ったんだけど、混んでる。結構混んでるんじゃないの。路線倒産ってね、明治の初めから 15 年、あーねー。
で、ここはあの大湯を、ほら3万だよ、すごいな。これ前もですね、江戸の家はこの形なんですか。今みんなほとんど丸いです ね、はい、京風の、あ、だから江戸時代は京都の方は丸いけど、うん、関東は全部この形、へえ、ですね、芋羊羹、羊羹美味しいよね、芋羊羹美味しいよね、羊羹小豆の羊羹、小豆はね有名ですよね、みんな食べてます。ああ、長男の三社祭り。宮御輿はここですね、写真。ああ、中見世商店会、町会事務所。三社祭りですね。伝法院堂。あ、伝法院っていうのは、浅草寺の住職のお住まいです。この中には歴代の住職。大正ロマン館、これがお祭りの時の名残りなんです。尝咗啲海鮮，哦，食咗啲刺身、鮑魚同埋啲咩螺啊，都好鮮好正，啲魚仔同埋。幾錢啊？多餐。為咗一個人一嚿水講。嗯。嗯。で、これ広熊の浜まで食べない商売。ね。この二人が三人様を見つけそう。で、最初はね、これさっき言ったけど、628年になって日本に仏教も伝わって100年も経ってない。これ何ですか。ああ、なるほど。ちゃんと知識があって、仏教の観世音菩薩とかね、大変ありがたいことをおっしゃってたから、ちゃんとお祭りしないとダメだよってね、子供たちに赤座堂って書いてある。赤座って雑草なんですよ。雑草でこういうちっちゃなのをやつを、その真ん中に観音様ってみんなでお参りする。さあだんだんね、さっきも言ったようにこの頃仏像これをね、無料で配ってました。もらいました。